いや、大阪はね、とにかくね、暮らしにくいところで、大阪の知事とか市長がね、これ最悪ですよ。日本全国一番住みにくいリーダーのいる都市、それが大阪じゃないかなと思います。もちろんこういうリーダーを選んだのは大阪の府民の皆さん、そして市民の皆さんなんで、このリーダーだけが悪いとは思わないんですけどね。とにかく今回はね、生活保護についてこんなことが分かったんですよ。皆さんもね、ちょっとね、怒りをね、持って見ていただきたいと思います。ちょっとだけ記事を見ますよ。生活保護廃止で1人当たり6万円報酬。要するに、生活保護を今受給されている大阪の府民様、市民さんがいらっしゃいますよね。その方たちの生活保護を切ることによって、切った人は6万円の報酬をもらえるって言うんですよ。何なんですかね、これは。大阪市の受給抑制が発覚。派遣大手、パソナなどに民間委託。就職支援の名目で促すということなんですよ。要するに生活保護を受け取っている方にね、あなた就職しなさいよと、就職斡旋するからとか言って、生活保護を断ち切ったお礼として、まあ大阪からなんでしょうけどね、報酬がもらえるっていうふうなものを外注してるわけなんですよ。そんな記事が上がってきましたね。こんなことでいいんですかね。生活保護を辞めさせたら報酬がもらえる仕事ってどう思います？いや、むしろね、生活に困った方に生活保護ってものを支給してあげたから、市民のため、府民のためになってよかったねってことで表彰されるんだったら、私分かりますよ。何なんですかね、この大阪の体質ってのは。こういう人を選んだ大阪の市民さん、大阪の府民さん、何を考えてるんだ、本当に。こんな人たちに投票するなと、維新を早く追い出した方がいいと思いますよ、私は。まあ、維新の方もね、みんながみんな悪くはないんですけども、それが確かあるんですよ。全部極悪だったら、維新を徹底的に攻撃できるんですけども、結構ね、いいこともしてるんですよね。いいこともしてるんだけども、今回の件はいいのかな？生活保護を受けさせないようにすることが、もう、なんか露骨じゃないですか、これは。これは新聞赤旗に掲載された情報で、大阪市は派遣大手パサナなどに就職支援業務を委託し、生活保護の廃止に成功した場合、1人当たり6万1111円を加算するとしているということなんで、詳しくは新聞赤旗を読んでください。就職支援に成功して職場に定着すると追加報酬が出るとされており、これはいいじゃないですか。逆に支援を受けた人の就職率が低いと、受託料からの報酬が減額される仕組みになっていると。要するに、生活保護を見つけたら、生活保護をね、就職の現場に放り込めってことなんでしょう。それはそれでいいような気もするんですけど、それが行き過ぎて、とにかく生活保護を切る切る切るみたいなことで報酬をもらおうとする、そういう人が出てくるんじゃないかなっていうふうな懸念ですかね。なんかね、一生懸命大阪がそれをやってるってことはないと思うんですけども、2019年だけでもこのサービスを通じて就職した人は2732人で、生活保護の廃止件数は146件となっていると。ってことは、146件の6万円が履行されたってことですかね。ちょっと寂しいな、寂しいな。生活保護をやめさせたらボーナスが出るなんて、そんなの、ちょっと寂しいね、なんかね。私はそう思いました。皆さんどうお感じでしょうか。じゃあ今回ね、赤旗の新聞を持ってることはあまりないと思うんで、まあ、記事の一部を動画概要欄にちょっとテキストで貼り付けておきますんで、ちょっと見てあげてください。それではよろしくお願いします。